狙っていこう。え、じゃあさ、こういう感じにどうしたらどうなりますかね。パチンコ屋に行くぞ。だぞ。脳汁が深い。止まらない。脳汁が。あれ、阿部選手あんだけ生きてたのにまずいですよ。まだ半ちゃんですから、奥さん。えらく動くね、それ。どれ？あなた。俺いいでしょ、これめちゃくちゃ。宮沢、これ前からずっとこれだよね。うん、そうだよ。クソ可愛いよな。やっぱ白髪の可愛い女の子可愛いんだよな、アーリアさんとか。アーリアさんとか。おめえじゃねえよ。絶対言ってくると思ったから、ちょっと言いようなの。でもみんな、未来や。打てるようになってきたね、麻雀ね。最初の本当地獄のように、地獄のように下手くそだったのにね。アベシェクもずっと相談しながら、ね。常にコメントに切れてた。わかんないよ、そんな言われたってって。でも最初の頃の打ち方見返したら自分自身に切れそうだな。なんでそれ切るのみたいな。今だってもう阿部ちゃん、雀荘通いだもんね、もう。うん、ですね。雀荘狂いだもんね。うん。早泣きの阿部って呼ばれてます。ダッサ。あれだな。3年前のアベレージの麻雀のアーカイブ見る配信するか。あおしまい。チニャチニャキモ。そういうキャラで行くの今年。チニャかすれてんだよ。後半。ジジイの。ジジイの喉が。見たくねえよ、リーダーのそんなところ。だいぶキモいで、ほんとに。あ、どうしちゃったんだよ。やめてよ、無理だよ。そういう仕事が来たらもうプテに回そう。頑張るわ。ジーニャ！何このジジイの集まりは。てめえもいつかジジイになるんだよ。ああ、ジジイバカにしてるけど、てめえもジジイになるんだからな。気づいたらすぐだからな、お前。びっくりしろよ。失敗しちゃったかも。お。これ麻雀の、これ麻雀配信とかは、はいはいはい、あの手書きオレビバキリルキになる可能性があるから、ちょっと狙ってこう、うん、あ、狙っていきましょうか。じゃあ狙っていこう。え、じゃあさ、こういう感じにどうしたらどうなりますかね。クソつまんねえ範囲で上がんな。うーん、安いけど美味しい。どうなりますかねってないだろ、別に初飲みでそんな上がり方して。うんうんうん、トンプ戦でお前1000点って、お前この後どう勝つんですか。ねえ、なんか負け犬の遠吠えって見苦しい。負けてないですけど、まだ。ちなみに俺負けてないんで、さっき2位でプラスなんで。 あ、僕1位なんで、あの僕より下の人はみんな黙ってください。はい、じゃあ配信回してください、お願いしますね。じゃあ言いますと話してくださいね。で、ごめん、いじめすぎた。まあ1回超えるか。アベリジのキャラ鼻食ってんじゃん。鼻食ってんね。鼻食ってん。ほら、鼻くそなんだこれ。ナゴさんに失礼でしょ。誰？知らないナナコさん。ナナコさん。ナナコさんね。ナナコさんって誰？ブラブペンブンブラブペンブンブラブペンブンブラブペンブラブペンブンブラブペン。お、ミラちゃんのブンバラバッパ来たぞ。来たー。ポンニャー。なんかクレヨンしんちゃんのアニメでしんちゃんがパチンコに行くアニメがある。はい。てってれれってってれれって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 るるるるんってるるるるん、パチンコ屋に行くぞ。だぞ。おい、一撃満枚だぞ。今日はバルブレイブを打つぞ。よろしいな。でか。ボボ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 ボ。脳汁が深い。止まらない。脳汁が。やだ、そんな坊ちゃん。ああ、積もりました。積も、まあいいでしょう、譲るぜ。お、これはアベレージがより、最下位だよ、ちなみに。え、うわ、親かぶりって知ってる。何それ。4000点、4000点も取られる。しのぎをしのぎと。いや、そういう。かも親だ、あの人。オーラス、失礼します。もう親だと、もう親だをかけたの、今もしかして。誰今。はい。
なんで自分で後付き消したの自分で消したんだ。ドンキで買った。そんな綺麗に入る、うん、すごいな。ドンキってすごいんだな。これ絶対いらないなと思ったけど、もう欲しくて買っちゃった。俺もあるんだよ、一応そういうの。鳴らしてみて。猫ミームの猫ミームあれビレバンに言ってるやつ。は？何それ？猫ミームの猫や。携帯流してんじゃないのそれ？スマホ？あ、効果音なの？これボイスモッドってやつ。あああれね。ええー。おおびっくり。懐かしい。懐かしい。こんにちは。裏だこれ寝てる時とかにさ、イヤホンからさすげえ流れてくんだよな。こうパソコンの前に置いてあるイヤホンからさ、あの着信音がさ流れて、あ誰か電話してきてるっつって、だいたい FPS の友達から今から今後やろうぜっていう連絡がめっちゃ来る。そうできるんだよな音が。あ、スカイプの音か今の。そう。あ、それね、まあ個別で調整できるよ。は？はいはい。は？赤ウソあるの見えてなかった。あん切っちゃった。は？腹立つなそれ。はあ。すごい。ツイッチ見てると1分半の広告流れてくると見るのやめちゃうもん。それはしょうがないじゃないですか。だって。まああれはね、そうサブスクに入んないといけないから。なんでサブスクに入んないと1分半も広告を見なきゃいけねえんだよ。そういう世の中で今生きてんだよ。わかりなさい。そうだよ貧乏人。ただで享受しやがって。400万使うからね、黒メガハニー。え、ずっちさ、チャンネルごとなのがきつくない？もうちょっとさ、文句言うのやめてくれ。そうだよ、ネロちゃんのホームだよ。早いよ、リーチ。チャンネルごとなんだもん。みんな文句言う。どうしようもないじゃん。文化違うからね。俺が決めたわけじゃないんだから。ネロちゃん先生だろ。やめろよ。うるせえな。おい。やめろ。これロチャンネルだからやりたい放題してるんだけど。おい。振動すんな。長いよ演出。おい。これ付き合ったからおもろい。いいよもうユニコーン。長えよ。おい。やめろそれ。あつもー。うるせえ。ポケモンやめろポケモン。安いやんけ。安くねえだろ7000って。7000高いよ。もうちょっと100万レベルかなって。最低。どうねろちゃん今の。相当おもろい。本番でやってほしいもん。本番でやろうかな。パチンカスばっか集まった宅前あったじゃん。あ、 いい、ね、あの宅になったらみんなそれでやってほしいもん。配信もう配信ちょっと一回投げ捨てて。もうプテちゃんなんて。大丈夫大丈夫。すごいんだから。頭脳明晰。一応主席なんでしょ。しなきゃよかったかな。一応主席なんでしょ。一応ね。頭脳明晰。頭脳明晰。成績優秀。成績。文武両道。容姿端麗。角が気持ちいいんだよな三つお。まあ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 、安いでしょ、うん、安いね。ああ安いね。まあ親なんで、ね、まあ親確かにね、親はね、継続するの大事だね。かっこいいじゃん、プテ肩書きが。頭脳明晰、文武両道、怪盗天使、焼肉定食、焼肉定食一日三食。五臓六腑に染み渡る。かっこいいな。一日三食食べたいね。食べればいいじゃん。座右の銘はって言われて、一日三食ですとか。あ、でも健康的でいいんじゃない？健康的でいいんじゃないっていう回答返ってきたら平和な世界だな。平和でしょ。誰が死にましたみたいなニュース流れねえだろ。食え、座右の銘あるみんな？ない。座右の銘ってどういう意味なの？なんか人生においてのテーマじゃないけど。あ、僕それありますよ。お、なんですか？パチンコ大好き。パチンコ大好き TV さん。座右の銘でもなんでもないじゃん。好きな四文字熟語とかね。そうそうそう、ことわざとかね。千載一遇は好きだね。ああ、ぴったりじゃないですか。パチンコっぽいし。そう。千両箱ね。でもなんか前こんな感じの話したらプテさんが。
なんか僕座右の銘ある人嫌いなんだよねって言ってませんでしたっけ。あ、そうなんだ。言ってないよ。あ、言ってないっけ。そんな ガセだったわ。別に嫌いじゃないよ。人生においてもさ、あでもそんな中なんかセリフとか意味なくない、うん、だって日によって違うからね、うん、日によって変わるから人生は、うん、まあ、やっぱまるまる嫌いとか言うのよくないと思う。知り合いにその該当者がいるかもしれないから、ね、ああ確かにね、よくないですよ。怖っ怖い。で何が嫌いなのプテは。え、あプロフィールに座右の銘書いてるやつですね。まんまやん。うん、黙りします。いやこれなかった、ね、これ切り方下手だな。だ本当に切り方下手だよね。もうなんでよ。キューピンあんじゃんもう場に。本当に下手くそだよ、ね、7000点も取られちゃった。俺が捨ててる範囲見てないよね。うん、姉さん捨てたからないと思ったもん。切り方下手だよね。くそー、覚えとけ俺はピンフマジンだから。あれアベレージあんだけ生きてたのにまずいですよ。まあまあまだ半ちゃんですから奥さん。そうですね。まさか俺にまで一人だけユニコーン。ないですよね。あ、一人だけ準決勝突破できなかったやつだ。あ、やついたよ。あ、でもそうだったな。私の話ですよ。もうやめようよもう。みんなで旅行行った時あったじゃないですか。はい、はい。パス打ち上げで。あれで最後帰ってきて食った、うん、あのつけ麺。美味しかったねあれね。あれは美味しかった、うん、どこで食ったんだっけ。赤備えみたいな。そうそう。あ、赤備えか。赤備えがねうまいって思ったんだったら玉なんかもう食ったら飛ぶぜ。へえ、うん、飛ぶぞ飛ぶぜ。玉が本店なんだから。その玉系列、まあ、赤備えは好み分かれるけどね。結構癖あるから味が、まあ、インドのつけ麺美味しかった。インドのつけ麺一番美味しいのはみんなで一緒に食べるものだと思うんですよね。まあ今後も一緒に食べれるといいね。流れあるけど、その流れが悪い時にいかに耐えるかなんだよね。うんうんうん。俺のデータ見てね、阿部ちゃん。ほう。この俺のアイコンクリックして見てみ、俺の対戦記録。すごくないこれ。すごい。もう下振れが1回。すげえ !1 位、2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 位、3位、2位、1位、2位。すごい。耐えてる。もう耐えなんですよね、本当に。麻雀って。マリカと一緒じゃん。そうです、俺は耐えの姿勢なんです。2位率 66.67%。 すげえ。1位率 22%。 あーた、それはすごいわね。でも1位が取れないんだよ。いいじゃん、2位。俺 1位は自分じゃなくていい、そう思ってる。俺は1位じゃなきゃダメじゃないもん。うん、ネロちゃん弱。僕とアベレージの表の動きが似てる。何弱って。ん、僕と阿部の表の動きが。でもこれが弱い人の順位なんでしょう。なんか動きなんでしょうね。不安定な人間の、ね、でもネロちゃん見て。ネロちゃん、ネロちゃん弱いね。黙れ。ネロちゃん弱いね。ネロちゃん弱いねこれ。耐えきれてないからねこれね。悪意が、うん、黙れ。はい、はーい、よし。え、ちょっともう一回見てみようか。黙れ。いや弱いね。弱いね。嘘やろ、それは分からんわ。それでいいんだ。2000点ぐらい。あ、やっぱ流れはぶっ壊さねえと。逃げろー、やめて。振り込め。やばい、終わったか。ダランダンダランダンダン。あはー、強いねー今回。うわ、しかもその短期に負けるのはきついな。うわすごい短期。こりゃしゃあないわ。待った、もうガマチした。あら、アベレージが、ま、4位になっちゃったんよ。うん、どんなのか。なんかプラマイゼロで結局アベレージだな。まあまあでも、まあまあいいでしょう。楽しかった。